日本を見渡せば、同じ国の中であっても見たことがない場所、聞いたことがない場所はたくさんあり、そこには立ち入ることを禁じられた神聖な場所やいわくつきの場所まで存在しています。さらにその中には日本の象徴である天皇ですら立ち入りを禁じられている場所が存在しているのです。天皇でも入ってはいけない立ち入り禁止ゾーン、それはつまり基本的にはいかなるものであっても立ち入ることを許されない禁足地です。今回は日本でも得意な天皇でも入ってはいけない立ち入り禁止ゾーンについて厳選した5つの場所をご紹介します。こんにちは、ペクです。今回は天皇でも入ってはいけない立ち入り禁止ゾーンについてご紹介していきます。日本には神様が祀られている神社や地元の人たちに神聖な場所として大切にされている場所があります。このような場所は立ち入ることを許された人だけが入ることができたり、そもそも誰も立ち入ることができない場所もありますよね。なので普通に生きている僕たちはその存在すら知ることができない場所だって存在してるんです。まあその他にも人を寄せ付けないいわくつきの場所だったり、そもそも立ち入ることが身の危険につながるようなヤバい場所だって存在するんです。ということで今回は天皇でも入ってはいけない立ち入り禁止ゾーン5つご紹介していきたいと思います。1、恐ろしどころ。まず一つ目は恐ろしどころです。対馬固有の変動信仰の聖地として古来より禁足地とされていた恐ろしどころ、名前の由来は恐ろしいところというそのままの意味ですが、なんかストレートすぎて逆に不気味ですよね。ここには裏八丁閣という石積みの祭壇があります。天道法師のお墓として今もなお残されているのですが、この地はそもそも聖地として崇められてきていて、立ち入ることや森林を伐採することを固く禁じた禁足地とされてきた歴史があるのです。現在では立ち入りを禁止されているわけではありませんが、昼でもものすごい暗い森になっていて、訪れる人を威圧する独特な雰囲気があり、人を寄せ付けない場所として有名です。そもそも登山道の正規ルートには存在しておらず、正規ルートから脱線して森の中を進まなければいけないそうです。地元の人でもその正確な場所を知る人は少ないようです。森の奥底にある裏八丁閣は入り口に鳥居があり、その鳥居をくぐった先に祭壇が鎮座しています。この裏八丁閣を参拝した場合、振り返って祭壇にお尻を向けることは絶対にしてはいけません。入り口の鳥居まで後ずさりする形で交代し、鳥居を抜ける際には頭の上に靴を乗せ、インノコインノコと唱えて抜けなければいけないと言われています。もしこのルールを破ったらどうなるんでしょうか。まあ、これがそもそも言い伝えられているってことは何か不吉なことが起きるんでしょうかね。2、八重山の御滝。沖縄県の八重山という島では御滝と呼ばれる場所がたくさん存在しています。あんまり聞き馴染みのない名前ですよね。御滝とは小さな祠や鳥居がある施設の総称で、神を祀る神社や仏教を信仰するお寺などと同じように信仰を深める場所となっています。神社やお寺などとの大きな違いは、絶対に入ってはいけない場所だということです。琉球の信仰における祭祀と呼ばれる祭り事を行うための場所であり、地元や地域の人たちにとって神聖な場所となっています。沖縄をはじめとする離島は独自に文化を育んできた歴史があるので、特に厳しくルールが設けられており、立ち入ることさえ許されていないそうです。外からの写真撮影さえも許されてないようなので、冗談半分であっても立ち入ることはできませんよね。地元の人であっても限られた人だけが立ち入れる場所となっていますので、天皇であっても通常は立ち入ることができないようです。旅行のお客さんとして沖縄にお邪魔する際は、基本的に島にお邪魔させてもらっているという意識を持って、沖縄の島々の慣習や信仰に対して尊重する行動を心がけましょう。3、沖ノ島の宗像大社。3つ目は世界遺産になったことでも有名な沖ノ島の宗像大社です。宗像市の玄界灘沖合約60キロに位置する沖ノ島、この孤島では古くから祭祀の遺産や信仰が守り続けられていて、神宿る島と呼ばれています。2017年に世界遺産になったことで有名になりました。島全体を御神体としている沖ノ島では、様々な禁忌が存在していて、謎に包まれている部分も多いんです。その禁忌の中の一つが女人禁制です。いわゆる女性の立ち入りを禁止しているということになります。なぜ女人禁制となっているのでしょうか。そもそも沖ノ島では島の神様として公開の守護神で宗像三女神の一人であるタゴリ姫の神という女性の神様を祀っています。この女神に対して女人が島に上陸すると嫉妬してしまうと考えられていることから、女人禁制なのだという一説があるのです。タゴリ姫はとても嫉妬深い女神で、女性が立ち入るだけで怒ってしまうと伝えられてきました。この掟を守るために
に今でも女性が立ち入ることはできないのです。そして現在では男性でも立ち入ることができなくなっています。つまり事実上の全面的な立ち入り禁止地域というわけですね。神職に勤め宗像大社に許可されたもののみが沖ノ島に入ることを許されています。2018年までは毎年5月27日に現地大祭が行われており、地元の市民や観光客の一般男性が約200名ほど島に入ることができていたようですが、世界遺産に登録されたことによりその祭りも撤廃になったようです。もう僕たちは入ることできません。また島で見聞きしたことは他言してはいけないとか、島のものを持ち出してはいけないといったルールまでも設けられているそうです。ものすごく謎に包まれた島なのですが、こうして禁忌が守られてきたからこそ独自の文化が定着して聖地化し、今でも多くの人を引きつける貴重な文化財となっているのかもしれませんね。4、煙島。4つ目は煙島です。淡路島の南端に福良港という場所があるのですが、そこは鳴門海峡に面しながらかなり奥に入り込んでいるため、天然の良港として知る人ぞ知る場所があります。この入り組んだ湾内には2つの島があるのですが、そのうちの1つのお湾を伏せたような形をした島が煙島です。陸地から手が届きそうなほど近くにある島なのですが、定期船もなく、それどころか上陸のためには正式な許可が必要なため立ち入ることができないのです。昔から立ち入りが非常に厳しく制限された禁足地として知られています。禁足地となった理由には歴史的な背景があったんです。1184年の一ノ谷の戦いで大敗した平家は本拠地である四国の屋島へ退去していきます。その船団の一部がこの福良港にたどり着きました。福良港に入った人々の中には平の清盛の親族も含まれていたそうです。平の清盛の親族である平の敦盛という人物が退去の末に追い込まれ、煙島で最後を遂げることになってしまいます。島内の頂上に埋められて塚を建てたと言われており、塚から立ち上る煙を見た人々から煙島と呼ばれることになったようです。多くの無念を抱えた敦盛の塚があることから禁足地となっているわけですね。この首塚に触れるとたたりに見舞われるとか、上陸の際には首塚にお供え物を用意しなければ病気や怪我に見舞われるなど、今でもなお噂されているんです。煙島って調べると予測変換ですぐ心霊って出てくるんですよ。ちょっと怖い背景も含んでいますが、いろいろな理由があって今もなお立ち入れない禁足地になっているわけですね。5、死骸の森。5つ目は滋賀県の近江八幡にあるとある森です。死骸の森と呼ばれるこの森は県道2号線からすぐに見える場所にあって、森の一部が切り取られたような不自然な形で残されています。漢字で新しいに開くと書いて新海と読みそうなところですが、死骸の森と読むそうです。なんか不気味ですよね。そこには言葉が転じた理由も残されています。この地は織田信長の時代になんと処刑場であったという噂が残っています。この森から直線で2キロの場所に安土城跡が残されていて、当時は京都と結ぶ主要道路として利用されていました。つまり処刑に利用するにはいい立地だったということです。またこの森の裏側には小さな祠があるようで、そこには2人の武士が斬首された際に建てられた地蔵があって、供養のために今もなお残っているとのことです。処刑場だった可能性、2人の斬首を供養する地蔵、そして死骸の森という不吉な名称、これら3つを考慮しても人が足を踏み入れたり近づいたりする場所ではないことがわかりますよね。人を寄せ付けない不思議な雰囲気も相まって禁足地とされている理由もわかるような気がします。ということで今回は天皇でも入ってはいけない立ち入り禁止ゾーン5つをご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。日常生活ではあまり馴染みのない場所ばっかりで、結構そもそも名前を知らないという場所も多かったんじゃないでしょうか。まあそれもそのはずなんですよ。立ち入ることさえ許されてないので、そもそも情報として取り上げられることも少ないんですよね。歴史的な背景や聖地として大切にされてきている場所には多くの人が長い年月をかけて積み上げてきた思いが込められているので、それだけルールや掟が厳しくなります。だからこそ人々にとって意味を持つものであり、信仰の対象としてこれからも多くの人に大切にされることになるんですね。それだけではなく、過去の争いにより人々を寄せ付けなくなった背景や、今もなお近寄ることを拒む存在として恐怖の対象になっている場所もあるんです。いわゆるいわくつきの場所ですね。普段では聞くことも、そもそも目にしない場所だったりを知ることによって皆さんの知見がより広がれば嬉しいなと思っています。今回ご紹介したもの以外にも様々な禁足地だったり、他にも立ち入り禁止ゾーンなんかは存在しています。そういった場所だったりもまだまだこれからご紹介していきたいと思っていますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくれてありがとうございました。次に見てほしい動画は、これ。